南キャンパスサンティアゴでコンポステーラ大学は、スペイン・ガリシア州は、コルーニア県サンティアゴでコンポステーラに本部を置く大学。現存する大学としては、世界有数の歴史を有する。キャンパスは、サンティアゴでコンポステーラ市内旧市街を挟んで南と北に2カ所とルーゴ県のルーゴにもある。サンティアゴでコンポステーラはカトリック教会有数の巡礼地である。1495年に、 カスティーリア王国発の大学として、サンティアゴでコンポステーラ大学が設立された。1504年、ローマ教皇ユリウス2世は、大学の設立を承認したが、設立のための教皇直書が与えられたのはクレメンス7世時代の1526年で、ある。約500年にわたって、ガリシア地方唯一の大学であった。20世紀には、アコルーニャに、アコルーニャキャンパスを、ビリーゴに、 B5 キャンパスを有していたが、1989年にはアコルーニャ大学が、1990年には B5 大学が独立した大学となった。地理、歴史学部、哲学部、医学部は、旧市街にあるため、旧市街キャンパスという分類分けがなされることもある。ありがとうございます。